語る助走家です。今回のニュースはこちら。ロックごっこの延長をまだずっとやってるだけ。走り続けて33年、稲葉講師が語るビーズ、そしてコロナ禍の葛藤。ヤフーニュースオリジナル特集より。結成から33年、常に日本の音楽シーンの最前線を走ってきたビーズ。そんな彼らもこの2年ほどは他のアーティストと同様、コロナ禍という未曾有の事態に翻弄される日々が続いた。ユニットの顔であるフロントマン稲葉浩志に、これまでのキャリアやミスター・チルドレンやグレートの共演で話題となった今年9月のスペシャルライブの背景、そして音楽活動の本格再開に向けた思いなどを聞いた。ということで、4ページにわたる文章なんですけど、読み応えがあってとても良かったです。リンク貼ってありますんで、よかったら読んでみてください。でですね、ミスチルとグレートの共演、これ非常に良かったですね。とは言ってもちゃんと見たわけじゃないんですけど、ビーズのチャンネルで、ね、ダイジェストみたいなのがありまして、なんかこういい味出してるっていうんですかね、とても良かったです。今後もこういう活動をやってってほしいなと思います。まあ、あまりやりすぎるのもね、なんからしくない気もしますが、ちなみにミスチルもビーズも結構変わらないまま走り続けてる気がするんですが、グレーだけが、まあグレーも私は好きなんですけれども、結構テルさんのね、声が変わってるなーっていう印象があります。ファンの方々的にはどういった印象なんでしょうか。昔からファンの人ですね。そのテルさんの声に関してはちょっと気になったので、もしこれを聞いてる人で思いがある人はね、何かしらの手段で教えてほしいです。そして、名前が知れてるね、このビーズとかができる限り有観客で率先的にライブ活動などをやっていくっていうのはとても素晴らしいですね。そうやって道を切り開いてくれると、後にこう続きやすくなりますからね。とてもかっこいいと思います。そんなわけでまた次のニュースで会いましょう。